北極西郷の船長医学生ジョン・マリスターレの気になる日記よりの抜粋9月11日北緯81度40分統計2度以前我々は壮大な表現の真っただ中に停戦す我々の北方に広がっている一表現に 我々はアイスアンカーを下ろしているのであるがこの表現たるや実に我が英国の一軍にも相当するほどのものである左右一面に氷の面が地平のはるか彼方まで果てしなく広がっている今朝運転手は南方に のの兆候のあることを報じた「もしこれが我々の機関を妨害するに十分なる厚さを形成するならば我々は全く危険の地位にあると言うべきで聞くところによれば稜食はすでにやや不足をきたしているというのである。時あたかもシーズンの終わりで。 長い夜が再び現れ始めてきた今朝ホワアヤードの真上にまたまた星を見たこれは5月の初め以来最初のことである船員中には著しく不満の色がみなぎっている彼らの多くは二審の漁漁期に間に合うように帰国したいと しきりに臨んででいるのであるのあこの漁業期にはスコットランドの海岸地方では労働賃金が効率を唱えるを例とするしかし彼らはその不満をただ不機嫌な要望と恐ろしい見膜とで表すばかりであるその日の午後になって彼ら船員は代理人を出して 船長に苦情を申し立てようとしているということを二等運転士から聞いたが船長がそれを受け入れるかどうかははなはだ疑わしい彼は非常に同盟な性質でありまた彼の権限を犯すようなことに対してはすこぶる敏感を持っているからである夕食の終わった後で私は この問題について船長に何か少し言ってみようと思っている従来彼は他の船員に対して憤っているような時でも私にだけはいつも寛大な態度をとっていたスピッツバーゲンの北西宮にあるアムステルダム島は我が右舷の型に当たって見える島は 火山岩の凹凸線を成し氷河を原出している白い地層線と交差しているのである一直線にしても有に900マイルはあるグリーンランド南部のデンマーク以上地より近いところにはおそらくいかなる人類も現在生息していないことを考えると実に不思議な心持ちがする。 およそ千長たる者はその船をかかる境遇に貧せしめたる場合にあっては自ら大いなる責任を負うべきであるいかなる捕鯨船もいまだかつてこの時期にあってかかる井戸のところにとどまったことはなかった午後9時私はとうとうクレーグ船長に打ち分けたその結果は 到底満足には行かなかったが船長は私の言わんとしたことを非常に静かにかつ熱心に聞いてくれた私が語り終わると彼は私がしばしば目撃したかの鉄のような決断の色を顔に浮かべて数分間は狭い船室を あちらこちらと足早に歩き回った最初私は彼を本当に怒らせたかと思ったが彼は怒りを抑えて再び腰を下ろしてほとんど追悄に近い様子で私の腕を取ったその凶暴な黒い目は著しく私を驚かしたが その目のうちにはまた深い優しさもこもっていた。おいドクトル!」と彼は言い出した。わしは実際いつも君を連れてくるのが気の毒でならない。ダンディークエイにはもうおそらく帰れぬだろうな。今度という今度はいよいよ一か八かだ。 我々の北の北「わしはマストヘッドから潮を吹いているクジラのやつらをちゃんと見たのだから君がいかにかぶりを横に振ってもそれはダメだ」。私は別にそれを疑うような様子は少しも見せなかったつもりであったが彼は突然に。 怒りが勃発したかのようにこう叫んだ「わしも男だ22秒間に22頭のクジラしかもヒゲの10フィート以上もある大きなやつをな捕鯨者仲間ではクジラを体の長さで測らずそのヒゲの長さで測るのである」「さてドクトル君は わしとわしの運命との間にたかが氷ぐらいの邪魔者があるからといってわしがこの国を去られると思うかねもし明日にも北風が吹こうものなら我々は獲物を満載して決氷前に帰るのだが南が吹いたらそうさ船員は みんな命をかけなければならんと思うよ。もっともそんなことはわしには大したことでもないのだ。なぜといえばわしにとってはこの世界よりもあの世の方が余計に縁がありそうなのだからね。だが正直のところ君にはお気の毒だ。わしは この前我々と一緒に来たアンガスタイト老人を連れてくればよかった。あれならたとえ死んでも憎まれはしないからな。ところで君は君はいつか結婚したと言ったっけね。そうです」と私は時計の鎖についているロケットのバネを パクリと開けてフロラの小さい写真を差し出してみせた「畜生」と彼は椅子から飛び上がってふんぬのあまりにあごひげを逆立てて叫んだ「わしにとって君の幸福が何だわしの目の前で君が連々としているようなそんな写真の女に わしが何の関わり合いがあるものか彼は怒りのあまりに今にも私を打ち倒しはしまいかとさえ思ったしかも彼はもう一度罵った後に船長室のドアを荒々しく突き上げてデッキへ飛び出してしまった取り残された私は彼の途方もない乱暴に いさささかか驚かされた。彼が私に対して礼儀を守らずまた親切でなかったのはこの時が全く初めてのことであった私はこの文を書きながらも船長が非常に興奮して頭の上をあっちこっちと歩き回っているのを聞くことができる。 私はこの船長の人物描写をしてみたいと思うが私自身の心の内の観念がせいぜいよく考えてみてもすでに曖昧もこたるものであるからそんなことを書こうなどというのはおこがましき技だと思う私はこれまで何遍も船長の人物を 説明すべき鍵を握ったと思ったがいつも彼はさらに新規なる性格を表して私の結論を覆し私を失望させるだけであったおそらく私以外には誰しもこんな文句に目を留めようとするものはないであろうしかも私は 一つの心理学的研究としてこのニコラス・クレイグ船長の記録を書き残すつもりであるおよそ人の外部に現れたところは幾分かそのうちの精神を示すものである船長は丈高く金星のよく取れた体格で 色の浅黒い美上部であるそうして不思議に手足をけいれん的に動かす癖があるこれは神経質のせいかあるいは単に彼の有り余る勢力の結果からかもしれぬ口元や顔全体の様子はいかにも男らしく 決断的であるがその目は曲がうべくもなしにその顔の特徴をなしている二つの目は漆黒のばみのようで鋭い輝きを放っているのは大胆を示すものだと私は時々に思うのであるがそれに恐怖の情の著しく含まれたように 何か別種のものが奇妙に混じっているのであった大抵の場合には大胆の色がいつも優勢を占めているが彼が瞑想にふけっているような場合はもちろん時々に恐怖の色が深く広がってついにはその要望全体に新しい性格を 生じるるるに至るのである彼は全く安眠することができないそうして夜中に彼が何かどなっているのをよく聞くことがあるしかし船長室は私の船室から少し離れているので彼の言うことははっきりとは分からなかった。 まずこれが彼の性格の一面でまた最も嫌な点である。私がこれを観察したのも筆境は現在のごとく彼と私とが日々極めて密接の間柄にあったからに他ならない。もしそんな密接な関係が私になかったならば 彼は実に愉快な領友であり、白色で面白く、これまで海上生活をした者としては、誠に立派なる会員の一人である。私は、かの四月の初めに、海表の中でゲールに襲われた時、船を操った彼の手腕を容易に忘れ得ないであろう。 電光のひらめきと風のうなりとの真っ最中にブリッジを前後に歩き回っていたその夜の彼のようなあんな快活なむしろ愉快そうに危機としていたところの彼を私はかつて見たことがない彼はしばしば私に告げて死を想像することは むしろ愉快なことだ、もっとも、これは若い者たちに語るのはあまりかんばしくないことではあるが、と言っている。彼は、髪も髭もすでに幾分かごましようとなっているが、実際はまだ三十をいくつも出ているはずがない。思うにこれは 何かある大きな悲しみが彼を襲ってその全生涯を枯らしてしまったのにそういないおそらく私もまたもし万一我がフロラを失うようなことでもあったら全くこれと同じ状態に陥ることであろう私は 「これが彼女の身の上に関することでなかったなら明日に風が来たから不幸が南から不幸がそんなことはちっとも構わないと思う」「それ船長が明かり窓を降りてくるのが聞こえるぞ」「それから自分の部屋に入って情をかけたな」 これはまさしく彼の心がまだ解けない証拠なのだ。それではどれペピスじいさんがいつも口癖に言うように寝るとしようかな。ろうそくももう燃え倒れようとしている。それにスチュワードも寝てしまったからもう一本ろうそくにありつく望みもないからな。 9月12日静音なる好天気船は依然同じ位置にあり全て風は南西より吹くただし極めて微弱なり船長は機嫌を直して朝食の前に私に向かって昨日の失礼を浴びたしかし彼は今なお少しく 方針の体であるその目にはかの粗暴の色が残っているこれはスコットランドでは「デス」を意味するものである少なくとも我が機関長は私に向かってそう語った機関長は我が戦員中のケルト人の間には前兆を予言する人として相当の成果を 有しているるのである冷静な実際的なこの人種に対して迷信が核のごとき勢力を有していたのは実に不思議である。もし私が自らそれを見たのでなかったらばその迷信が非常に広がっていることを到底信じえなかったであろう。 今度の公開で迷信は全く流行してしまったしまいには私もまた土曜日に許されるグロッグ酒と適量の鎮静薬と神経競争剤と合わせ持ちいようかと心が傾いてくるのを覚えてきた迷信の まず最初の兆候はこうであった。シェットランドを去って間もなくホイールにいた水夫たちが何者かが船を追いかけてしかも追いつくことができないかのように船のあとに哀れな叫びとかなきり声を上げているのを聞いたとしばしば繰り返して話したのが そそもそも始まりであった「この話はその後悔が終わるまで続いた」「そうしてアザラシ漁業開始期の暗い夜などスイフラに輪番をさせるには非常に骨が折れたのであった」「疑いもなくスイフラの聞いたのはラダーチェーンのキシルる音か あるいは通りすがりの海鳥の鳴き声であったろう私はその音を聞くために幾度か寝床から連れて行かれたが何ら不自然なものを聞き分けることはできなかったしかしスイフラはバカバカしいほどにそれを信じていて到底議論の余地がないのであった 私はかつてこのことを船長に話したところ彼もまた非常に真面目にこの問題を取ったには私も少なからず驚かされたそうして彼は実際私の言ったことについて著しく心をかき乱されたようであった私は彼が少なくとも かかる妄想に対しては「超然としているだろうと当然考えていたからである「迷信という問題について格のごとく論求した結果私は二等運転士のメースン氏が昨夜、べ幽霊を見たということいな少なくとも彼自身は見たと言っている事実を知った。 何ヶ月もの間言い古したクマとかクジラとかいういつも変わらぬ決まり文句のあとで何か新しい会話の種があるのは全く気分を新たにするものである。名ンはこの船は何かに取りつかれているのだからもしどこか他に行くところさえあれば一日も この船などにとどまってはいないのだがと言っている実際あのやっこさん本当におじけがついているのであるそこで私はけさあいつを落ち着かせるためにクロラルとシュウソカリを少々飲ませてやった私が彼に向かっておとといの晩君は 特別の望遠鏡を持っていたのだなと冷やかしてやるとやっこさんすっかり憤慨していたようであったそこで私は彼をなだめるつもりでできるだけ真面目な顔をして彼の話すところを聞いてやらなければならなかった彼はその話を真っ向から事実としてとくとして 物語っ,たのであった「彼の曰く僕は夜半直の四点自称ごろブリッジにいた当直時間は4時間ずつにしてベルは30分ごとに1つずつ増加して打つのであるよってこれは4点なればあたかも中時間である。 夜はまさに真の闇であった。空には何か月の賭けでもあったらしいが雲がこれを吹きかすめてはるかの船からははっきりと見ることができなかったあたかもその時森投げの群れ宿が船首から船尾へやってきて右舷船首にあたって奇妙な声がすると 報告した僕は前乾板へ行って彼と二人で耳をそろえてその声を聞くとある時は泣き叫ぶ子供のようにまたある時は心痛める小娘のようにも聞こえる僕はこの地方に17年も来ていたがいまだかつてアザラシが牢羊にかかわらず 「そんな鳴き声をするのを聞いたためしはない」「我々が船首に佇たずんでいると月の光が雲間を漏れてきて二人はさっき鳴き声を聞いた方向に何か白いものが表現を横切って動いているのを見た」「それはすぐに見えなくなったが再び左舷に現れて」 氷上に投げた影のようにはっきりとそれを認めることができた。僕は一人の水夫に命じて船尾へ鉄砲を取りにやった。そうして僕は群れ宿と一緒に不氷へ降りていった。おそらくそれは熊のやつだろうと思ったのである。我々が氷の上に降りた時に、 僕は群れ宿を見失ってしまったがそれでも声のする方へ進んでいったおそらく一マイル以上も僕はその声を追って行ったであろうそうして氷宮の周りを走っていかにも僕を待っているかのように立っているその頂きへまっすぐに登ってその上から見下ろしたが かの白い形をしたものは何であったか一向にわからない。とにかくにマではなかった。それは竹が高く白くまっすぐなものであった。もしそれが男でも女でもなかったとしたらばきっと何かもっと悪いものに違いないことを保証する。 僕は怖くなって一生懸命に船の方へ走ってきて船に乗り込んでようやくほっとした次第である。僕は乗船中事故の義務を果たすべき上官に署名した以上この船にとどまってはいるが日没後はもう二度と氷の上は決して行かないぞ。 これがすなわち彼の物語で私はできる限り彼の言葉をそのままに記述したのである。彼は極力否定しているが私の想像するところでは彼の見たのは若い熊が後足で立っていたその姿に相違あるまい。そんな格好は熊が何か ものに驚いたりした時にいつもよくやることであるおぼつかない光の中でそれが人間の形に見えたのであろうましてすでに神経を多少悩ましている人においておやであるとにかくそれが何であろうともこんなことが起こったということは 一種の不幸でそれが多数の船員らに非常に不快な面白からぬ結果をもたらしたからである彼らは以前よりも一層難しい顔をし不満の色がいよいよ露骨になってきた「二神療に行かれないのと」と彼らのいわゆる 物につかれた船にとどめられているのとこの二重の苦情が彼らを買って無鉄砲な行為をなさしめるかもしれない船員中最年長者でありまた最も着実なあの森投げでさえもみんなの騒ぎに加わっているのであるこの迷信騒ぎの 馬鹿らしい発生を除いては物事はむしろ愉快に見えているのである我々の南方にできていた不評は一部溶け去って会長はグリーンランドとスピッツバーゲンの間を走る湾流の一主流に我らの船はあるのだと私を死んぜしめるほどに温かになってきた。 船の周囲にはたくさんの小エビとともに無数の小さなクラゲやウミウシなどが集まってきているのでクジラの見えるという見込みはもう十分である。果たしてその通り夕食の頃に潮を吹いているのを一頭見かけたがあんな地位にあっては船でその後を追いかけることは 不可能であった9月13日ブリッジの上で一等運転士ミルン氏と興味ある会話を試みた「我が船長はスイフラには大いなる謎である私にもそうであったが船主にさえもそうであるらしい」「ミルン氏の言うには航海が終わって 給金済みの手切れになるとクレイグ船長はどこかへ行ってしまってそのまま姿を見せない再びシーズンが近づくと彼はふらりと会社の事務所へ静かに入ってきて自分の必要があるかどうかを尋ねるのであるそれまでは決してその姿を見ることはできない彼は ダンディーには包廃を持たずたれ一人としてその生い立ちを知っているものもない。船長として彼の地位は全く会員としての彼の手腕とその勇気や沈着などに対する名声とによっているのである。そうしてその名声も個々の指揮権を託される前にすでに 運転士としての技量によって獲得したのであった彼はスコットランド人ではなくそのスコットランド風の名は亀井であるというのがみんなの一致した意見のようであるミルン氏はまたこう考えている「船長という職は彼が自ら 選みうる中で最も危険な職業であるという理由によって単に捕鯨に身を委ねてきたのであって彼はあらゆる方法で死を求めているのであるとミルン氏はまたそれについて数個の例を挙げているそのうちの一つはもしそれが果たして 事実とすればむしろ不思議旋盤であるある時船長は寮のシーズンが来ても例の事務所に姿を見せなかったのでこれに代わるものを物色せねばならないことになったそれはあたかも最近のロド戦争の始まっている時であった。 ところがその翌年の春船長が再びその事務所へ戻ってきた時には彼の横顔にはしわだらけの傷ができていた彼はいつもこれを襟巻きで隠そう隠そうと努めていた彼は戦争に従事していたのであろうという 見るんの推測が果たして真実なりやいなやということは私にも断言できないがいずれにもせよこれは確かに不思議なる暗号と言わなければならなかった「風は東寄りの方向に吹き回してはいるが依然ほんの微風である」。思うに 氷は昨日よりも密なるべし見渡す限り白外外まれに見る氷の裂け目か氷球の黒い影のほかには一点の遮るものなき一大表現であるはるか南方に青い海の狭い通路が見えるそれが我々の 逃れ出ることのできる唯一の道であるがそれさえ日ごとに決氷しつつあるのである船長は自ら重大な責任を感じている聞けばバ馬ショのタンクはもう終わりとなりビスケットさえ不足を告げているそうであるしかし船長は 相変わらず無感覚な顔をして望遠鏡で地平線を見渡しながら一日の大部分をマストの上の見張り所に暮らしている彼の態度は非常に変わりやすく彼は私と一緒になるのを自ら避けているらしいと言って何も線や示したような乱暴を 再びしたわけではない午後7時30分熟慮の結果ようやくに得たる私の意見は我々は強人に支配されているということであるこの意外のものではクレイグ船長の非常な村木を説明することは不可能である私が このの公開日誌をつけてきたのは誠に幸いである。我々が彼をどんな種類の監禁のもとに置くにしてもこの手段は最後のものとして私は承認するのみであるが我々の行為を正当なるものと証拠立てる場合にはこの日誌が どれほど役に立つことになるかもしれないからである。全く不思議なことではあるが、精神錯乱を暗示したのは船長自身であって、その怪しい行為の原因が、単なる得意の風変わりとは認められないのであった。彼は約1時間ばかり前に、 ブリッジの上に立っていたそうして私が後甲板をあちらこちらと歩いている間絶えずレイの望遠鏡でじっと立って眺めていた船員の多くは下で茶を飲んでいたというのは近頃見張りが規則正しく続けられなくなってきたからである。 歩くに疲れて私はマストに寄りかかりながら周囲に広がっている大表現に今しも沈もうとしている太陽の投げる著明な光を心から感嘆して眺めているとその無限の状態から私は間近に聞こえるしゃがれ声のために 突然、我に帰った。それと同時に船長があたりをキョロキョロ見回しながら降りてきて私のすぐそばに立っているのを見いだした彼は恐れと驚きと何か喜びの近づいてくるらしい感情とが相争っているような表情で氷の上を 見守っていた「寒いにもかかわらず大きい汗のしずくがその額に流れていて彼が恐ろしく興奮していることが明らかに分かった」「その手足や転換の発作を今にも起こそうとしている人のようにピリピリと引きつってきた」 その口のあたりの僧帽は醜く歪んで硬くなっていた「見たまえ!」と彼は私の手首を捉えてあえぎながら言ったしかし目は依然として遠い氷の上に注ぎ頭は幻影の脳を横切って動く何者かを かのようにおもむろに地平のあなたに向かって動いていた「見たまえそれあそこに人が氷球の間に今あっちの後ろから出てくる」君「君あの女が見えるだろう」「いや当然見えなければならん」お「おお」 まだあそこにわしから逃げていくきっと逃げているのだああ行ってしまった彼はこの最後の一句をうっ血せる苦痛のつぶやきをもって発したのであるこれはおそらく永久に私の記憶から消え去ることはないであろう彼は 縄梯ごに取りすがってマストの頂に登ろうと努めたそれはあたかも去りゆく者の最後の一別を縁と望むかのようにしかし彼の力は足らずホールの明かり窓によろめきし去ってきてそこに彼はあえぎ疲れて 寄りかかっってしまったその顔色は蒼白となったので私はきっと彼が意識を失うものと思って時を移さずに彼を伴って明かり窓を降りて泉室のソファーの上にその体を横たえさせたそれから私はその口に ブランデーをつぎ込んだ。「幸いにそれが託行をそうして蒼白な彼の顔には再び血の毛が現れ震える手足をようやく落ち着かせるようになった」「彼は肘をついて体を起こしてあたりを見回していたが 我々二人きりであるのを見てやっと安心したようにこっちへ来て自分のそわに座れと私を手招きした「君は見たね」とこの人の性質とは全く似合わないような低い恐れたような調子で彼は聞いた「い,いえ 何も見ませんでした彼の頭は再びクッションの上に沈んだ「いやいや望遠鏡を持ってはいなかったろうか」と彼はつぶやいた「そんなはずがないわしに彼女を見せたのは望遠鏡だそれから愛の目 あの愛の目を見せたのだ。ねえドクトル、フチュワードを内部へ入れないでくれたまえ、あいつはわしが気が狂ったと思うだろうから、そのとに鍵をかけてくれたまえ、ねえ君。私は立って彼の言うとおりにした。彼は 瞑想に飲み込まれたかのようにしばらくの間じっと横になっていたがやがてまた肘をついて起き上がってブランデーをもっとくれと言った君は思ってはいないのだね僕が気が狂っているとは私がブランデーの瓶を裏戸棚にしまっていると 彼がこう聞いた。「さあ男同士だきっぱりと言ってくれ君はわしが気が狂っていると思うかね」「船長は何か心に屈託があるのではありませんかそれが船長を興奮させたりまた非常に苦労させたりしているのでしょう」と私は答えた。 その通りだ君」とブランディの利き目で目を輝かしながら船長は叫んだ「まったくたくさんの屈託があるのさたくさんあるそれでもわしはまだ経緯度を測ることはできる六分儀も対数表も正確に扱うことができる君は 「法廷でわしを気違いだと証明することは到底できまいね」。彼が椅子に寄りかかってさも冷静らしく自分の正気なることを論じているのを聞いていると私は妙な気持ちになってきた。「おそらくそんな証明はできないでしょう」と私は言った。 しかし私はなるべく早く帰国なすってしばらく静かな生活を送られた方がよろしかろうと思います。え国へ帰れと彼はその顔に嘲笑の色を浮かべていった。国へ帰るというのはわしのためで静かな生活を送るというのは 君君自身のためではないかね君フロラかわいいフロラと一緒に暮らすさねところで君悪夢は発狂の兆候かねそんなこともあります何かその他に兆候はないかね一番最初の兆候は何かね頭痛耳鳴り めまい、幻想、まあそんなものです。はああなんだってと突然に彼は遮ったどんなのをデリュージョンという名でねそこにないものを見るのが幻想ですだってあの女はあそこにいたのだよと 彼はうめくように言った。「あの女はちゃんとそこにいたよ」。彼は立ち上がってドアを開けのろのろと不確かな足取りで船長室へ歩いて行った。私は疑いもなく船長は明朝までその部屋にとどまることと思った。 彼が自ら見たと思ったものがどんなものであるとしても彼の体は非常なショックを受けたようである船長は日ごとにだんだんおかしくなってくる私は彼自身が暗示したことが本当のことでありまたその理性が侵されているのを恐れた彼が事故の行為に関して 何か良心の呵責を受けているのであると私は思われない。こんな考えは高級繊維などの間ではありふれた考え方でありまた普通繊維のうちにあってもやはり同様であると信じられる。しかし私はこの考え方を主張するに足るべき何者も見たことがない。 彼には罪を犯した人のような様子は少しも見えない彼は過酷な運命の取り扱いを受けて罪人というよりはむしろ殉教者と認むべき人のような様子が多く見られるのであった「今夜の風は南に向かって吹き回っている」願わくば。 我々が唯一の安全航路であるところのあの狭い通路が遮断されないように大北極の氷軍すなわち捕鯨者のいわゆるバリアーの端に暗いしてはいるがどんな風でも北さえ吹けば我々の周囲の氷を粉砕して我々を助けてくれることになる。 南の風は溶けかかった氷を皆我々の後ろへ吹き寄せて二つの氷山の間へ我々を挟むのである「どうぞ助かるように」と私は重ねて言う9月14日日曜日にして安息日。 私の気遣っていたことがいよいよ実際となって現れた唯一の逃げ道であるべき青い細長い海水の通路が南の方から消えてきた怪しげな氷球と奇妙な長短をもって動かない一大表現が御人の周囲に連なるのみである。 恐ろしいその光源を覆うものは死のごとき沈黙である。今や一つのさざ波もなく、海のかもめの鳴く声も聞こえず、頬張った影もなく、ただ全宇宙にみなぎる深い沈黙があるばかりである。そのの沈黙のうちに、 スイフラの笛の声と白く輝く甲板の上に彼らの靴のきしむ音とがいかにも不調和で不釣り合いに響くのであるただ訪れたものは一匹のアークチック・フォックスのみでこれも陸上では極めてありふれたものであるが将軍の上には稀である。 しかしその狐も船に近づかず遠くから探るような様子をした後に氷を越えて速やかに逃げ去ってしまった。これは不思議な行動と言うべきで北極の狐は一般に人間を全く知らずまた詮索好きの性質であるので容易に捉えられるほど 非常に慣れ近づくものであるからである。信ぜられないことのようであるが、この際、こんな些細な事件でさえも、船員らには悪影響を及ぼしたのであった。あの正常な動物は、怪物を知っている。そうだ。我々を見てではなく、 あの魔物を見たからなのだというのが主だった森内の一人の注釈であったそうしてその他の者も皆それに同意を示したのでこんな他愛もない迷信に反対しようとする者さえも全く無益のことであった彼らはこの船の上には 呪いがあると信じそうして確かにそうであると決定してしまったのである船長は午後の約30分後甲板へ出てくる以外は終日自分の部屋に閉じこもっていた私は彼が後甲板で昨日かの幻影が現れた場所をじっと と見見ているのを見たのをたで「また同かするのではないかと十分覚悟していたが別に何事も起こらなかった私はそのそば近くに立っていたが彼はかつて私を見る様子もなかった機関長がいつものごとくに祈祷をした捕鯨船のうちで インングランド教会のの祈祷書が常に用いられるのはおかしなことであるしかも高級船員のうちにも普通船員のうちにも決してイングランド教会の者はいないのである我々はローマンカトリックかプレスビテリアンスのものでローマンカトリックが多数を占めているそこで どちらの信者にも異なる宗派の儀式が用いられているのであるからいずれも自分たちの儀式がいいなどと苦情を言うこともできないそうしてそのやり方が気に入ったものであれば彼らは熱心に傾聴するのである輝く日没の光が大表現を地の海のように彩った 私はこんな美しいまたこんな気味の悪い光景を見たことがない風は吹き回している北風が24時間吹くならばなお万事好都合に運ぶであろう9月15日今日はフロラの誕生日なり愛する乙女の君を君のいわゆる某になる私が 頭の狂った船長のもとにわずか数週間の食物しかなくて氷のうちに閉じ込められているのが君にはむしろ見えない方がいいのである疑いもなく彼女はシェットランドから我々の消息が報道されているかどうかと毎朝スコッツマン市場の船舶欄を目を皿にして 見ていることであろう私は船員たちに手本を示すために元気よく平静を装っていなければならないしかも紙ぞ白示す私の心はしばしば甚だ重苦しい状態にあることを今日の温度は下肢19度。 風あり、しかも不利なる方向より吹く船長は非常に機嫌がいい彼はまた何か他の船長か幻影を見たと想像しているらしい夕べは夜通し苦しんだらしく今朝は早く私の部屋へ来て私の寝棚に寄りかかりながら あれは妄想であったよ。君、何でもないのだよ。と囁いた。朝食後、彼は食物がまだどれほどあるかを調べてくるように私に命じたので、早速、二等運転士と共に行ったところ、食物は、予期したよりはるかに少なかった。 船の全部にビスケットの半分ばかり入ったタンクが一つと塩漬けの肉が三たるそれから極めてわずかのコーヒーのみと砂糖とがあるまた後戦争と戸棚の中とに酒の缶詰スープ羊肉の馬にその他のご馳走があるしかし それとても五十人の船員が食ったらば瞬く暇になくなってしまうことであろう。なお貯蔵室に粉にたるとそれから数の知れないほどにタバコがたくさんある。それら全体をひっくるめたところで各自の食料を半減して約十八日。 ないし二十日間ぐらいを支えるだけのものがあるおそらくそれ以上は到底困難であろう我々両人がこの事情を報告すると船長は全員を集めて後甲板の上から一晩の訓示を試みた私はこの時ほど立派な彼というものを今まで見たことがない 高く、引き締まった体育色やや浅黒くはつらつたる顔彼はまさに支配者として生まれてきたもの,のようであった彼は冷静な会員らしい態度で順々として現状を説いたその態度は一方に危険を洞察しながら 他方にありとあらゆる脱出の機会を狙っていることを示すものであった諸君と彼は言った諸君は疑いもなくこの苦境に諸君を落とし入れた者はこのわしであると思っていられるであろうそうしておそらく諸君のうちにはそれを にがにがしく思っているるもものもあるであでろうしかし他年の間このシーズンにここへ来る船のうちでどの船であろうとも我が北極西郷のごとく多くの原油の金をもたらしたものはなく諸君も皆その多額の分配に預かってきたことを 心に刻んでおいてもらわなければならない。育児なしの水婦どもは娘っ子たちに会いたがって村へ帰って行くのに諸君らは休んじてその妻を後に残しておいてきたのである。そこでもし諸君が金儲けができたためにわしに感謝しなければならぬ。 というのならこの冒険に加わってきたことに対しても当然わしに感謝していいはずでつまりこれはお互い様というものである大胆な冒険を試みて成功したのであるから今また一つの冒険を企てて失敗しているからといってそれをとやかく言うには 当たらないたとえ最も悪い場合を想像してみても我々は氷を横切って陸に近づくこともできるアザラシの貯蔵の中に寝ていれば春までは十分生きてゆかれるしかしそんな悪いことはめったに起こるものでない三週間と経たないうちに諸君は再び スコットランドの海岸を見るであろうそれにしても現在においてはいやとも各自の食料を半減してもらわなければならない同じように分配して誰も余計に取るようなことがあってはならない諸君は心を強く持ってもらいたいそうして依然に 多くの危険をしのいできたようにこのあとなお一層の努力をもってそれを防がなければならない彼のこの言葉は船員らに対して驚くべき効果を与えた今までの彼の不人気はこれによってすっかり忘れられてしまった 名神家の森内の老人がまず万歳を参照すると船員一同は心からこれに合唱したのであった9月16日風は夜の間に北に吹き替わって氷は溶けそうな兆候を示した食料を大いに制限されたにもかかわらず 船員らは皆機嫌をよくしている「もし危険区域脱出の機械が見えたらば少しの猶予もないようにと」と機関室には蒸気が保たれて出発の用意が整っている「船長はまた例の死の層から離れないが元気は王逸している」。 こう突然に愉快そうになったので私は先に彼が陰気であった時よりもさらに面食らった私には到底これを了解することができない私はこの日誌の初めの方にそれをあげたと思うが船長の奇癖のうちに彼は決して他人を 自分の部屋へ入れないことがある現に今もなおそれを実行しているのであるが彼は地震で寝床を始末し他の船員らにもこれを実行させているところが驚いたことには今日その部屋の鍵を私に渡してその船室に降りていって彼が 正午の太陽の高度を測っている間船長の時計でタイムを取るようにと私に命令したのであった部屋は洗面台と数冊の書籍等を備えた飾り気のない小さな部屋である壁にかけられた若干の絵のほかにはほとんど何の装飾もない それらの多くは油絵まがいの安っぽい赤飯画であるがただ一つ私の注意を引いたのは若い婦人の顔の水彩画であったそれは明らかに肖像画であって船乗りなどが特に心を惹かれるような創造的タイプの美人ではなかった。 どんな画家でもこんな性格と弱さとが妙に根高したところのものをその内面的から描き出すことはなかなか難しいことであったろうまつげの垂れた不活発そうな物言い目とそうして思案にも心配にも容易に動かされないような広い平らな顔とは きれいに切れて浮き出した顎やきっと引き締まった下唇と強い対象を成していた肖像画の一方の下隅に「MB 年19」と書かれていたわずか19年の短い生涯に彼女の顔に刻まれたような強い意志の力を 表しウルトはその時私にはほとんど信じられなかった彼女は定めて非凡な婦人であったに相違なくその要望は私に非常な魅力を与えた私は単にちらりと見ただけであったがもし私が静意塚であるならばこの日記に彼女の要望の「 「あらゆる点を描き出すことがきっとできるであろう」「彼女は我が船長の生涯においていかなる役割を演じたどであろうか船長はこの絵をその寝床の端にかけておくので彼の目は絶えずこの画の上に注がれているはずである」もし 船長がもっと無遠慮であったらば何かこのことに関して観察することもできたのであろうが彼は無口で控えめの性質であったので奥深く観察ができなかったのである彼の室内の他のものについては何ら記録に値するようなものはなかったすなわち 船長服、携帯用の将棋、小型の望遠鏡、タバコの缶、いくつかのパイプ、および水着セル。ちなみに、この水着セルは、船長が戦争に参加したというミルン氏の物語に、少しく色をつけるが、その連想はむしろ、当たらないらしい。 午後11時20分船長は長い間雑談に花を咲かせた後たった今寝床に着いた彼が木の向いている時は実に惚れ惚れするようないい相手である非常に白色でしかも独断的に見うることなしに強く自己の意見を表示する力を持っている それを思うと私は自分の頭のよく働かないのが嫌になる。彼は霊魂の性質について話したそうしてアリストテレスやプラトンの説をよく昇華して問題のうちに転出した彼はリンネを学びピタゴラス紀元前のギリシャの哲学者 の説を信ずる者の,のようであるそれらを論じているうちに我々は行進術の問題に触れた私はスレードの詐欺に対してふざけた隠優をしたところ彼は有罪と無罪とを混同しないようにとはなだ熱心に私に向かって警告したそうして キリスト教と邪教と等しく心に酷するのは正しい議論である。なぜならばキリスト教を偽り装ったユダは悪者であったと彼は論じた。それから間もなく彼はお休みと言って自分の部屋へ退いていった。風は新たになり確かに 北から吹いていてる。夜は英国の夜のごとくに暗い明日はこの氷の風から逃れうることを祈る9月17日再びお化け騒ぎありがたいことに私はしごく大胆である育児のない水風らの迷信と 熱心なる自信を持って彼らが語る詳細の報告とは彼らの平成に慣れていないものを戦慄させるであろう。妖怪事件については多くの説がある。しかしそれらを要約すれば何か怪しいものが船の周囲を終夜飛び歩くというのである。ピーター・ヘッドのサイディ・ ムドナルドもそれを見たといい、シェットランドのセイタカノッポーのピーター・ウィリアムソンもそれを見たといいミルン氏もまたブリッジで確かに見たというこれで都合3人の証人があるので2等運転士が見た時よりは船員の主張が一層有力になってきた朝食のあと私は ミルン氏に話して「こういうバカバカしいことには挑戦としていなければならずまた他の船員らに良い手本を示さなければならない」と言ってあったところが彼は例によって何かを予言するように不にされされたその頭を振って特殊の注意を払いながら答えたのは こうであった。おそらくそうであるかもしれずそうでないかもしれないよドクトル。と彼は言った僕はそれを幽霊と呼びはしなかったこれについてはいろいろの言い分もあるが僕は海お化けやこの種のものについて自分の心情を 本当らしくいいこしらえるようなことはしないつもりだ。僕はむやみに怖がるのではない。しかし明るい日中にとやかく言わず、もし君が夕べ僕と一緒にいて、あの恐ろしい形をした白い不気味なものがあっちへ行ったりこっちへ来たりして、ちょうど母親を失った。 子羊のように闇の中を泣き叫ぶのを見たらおそらく君だってぞっとしたろうと思うそうすれば君もバカバカしい話だなどとそう簡単には片づけてしまわないだろうよ私は彼を解きつける望みはないと思ってこの次にもしまた幽霊が 現れたらば私を呼び上げてくれるように特に頼んでおくのほかはなかったこの頼みを彼は「そのような機会は決して来ないように」との願いを表す祈りの言葉をもってともかくも承知だけはすることになった私が望んだごとく我々の後ろの表面が破れて 細い水の島が現れてきたそれが遠く全体にわたって広がっている今日我々があるところの井戸は北緯80度52分でこれはすなわち氷群に南からの強い潮流が混じっていることを示すのである風が都合よく 吹き続くならば結氷と同じ速さでまた開氷するであろう。現在の我々はタバコを吹かして機械を待ち望むのほかに何事も手につかない。私は急激に運命論者にならんとしつつある。風や氷のような とかく不確実な要素のものばかりを取り扱っていると人間も姉妹にはそうならざるを得ない。マホメットの最初の従者らの心を運命に従わしめたものはおそらくアラビア砂漠の風か砂であったろう。このようなお化け騒ぎが 船長にに対ししてて非常に悪い影響を与えてしまった私は彼の敏感な心を刺激するのを恐れてこのバカバカしい話を隠そうと努めていたが不幸にして彼は船員の一人がこの話をほのめかしているのを漏れ聞いてどうしてもそれを聞こうと言い出した。そうして 私が予期した通りそれがために船長の一旦静まっていた心がまた大いに狂い出したこれが昨夜最も悲観的聡明と最も冷静なる判断と思って哲学を論じたその同一人とは到底信ぜられなかった彼は後看板を 檻の中の虎のようにあちらこちらと歩き回っている時々立ち止まってうっとりした様子で手を突き出しながら何か耐えられないように氷の上を見入っているのである彼は絶えずつぶやいているそうして一度「ほんのちっとの間愛してほんのちっとの間 と叫んだ「ああかわいそうに」「立派な会員にして教養ある紳士がこんな境遇に落ちていくのを見るのは悲しいことである」「また真の危険もただ生活の一刺激に過ぎぬとしているような船長の心をあの空想と妄想とが 威嚇するかと思うとさらに悲しくなるのである。発狂せる船長と幽霊に怯えている運転手との間にかつて私のような地位に立ったものがあるだろうか。私は時々に思うのであるがおそらくあの二等機関手を除いては私が この戦中でただ一人の正気の人間ではあるまいかしかしかの機関種も一種の瞑想家で彼を一人で置く限りまたその道具を書き乱さない限り彼は後悔の悪魔に関するほかは何も注意しないのである氷は依然として 速やかに開いていてる明朝出発することができそうな見込みは十分である。国へ帰ってこれまでにあった不思議な出来事を話したらばみんなきっと私が作り話をしていると思うであろう。午後十二時私は実にもうぞっとしてしまった。 今は幾分落ち着いてはきたがこれとても強いブランデーをいっぱい引っ掛けたおかげである。以下この日記が証明するように私は未だ全く時効を取り戻してはいないのである。私は非常に不思議な経験を味わった。そうして 私にはどうしても合理的だとは思われないような事物を彼らは確かに見たというので私は戦中のものを皆狂人と決めてしまったが今となってはそれが果たして正しいかどうかはなはだ疑わしくなってきたのであるああこんなつまらないことに 神経を奪われてしまうとは私も何という大バカ者であろう。これはすべてバカ騒ぎの後から起こったことであるがここに書き加える価値があると思う。いつもバカにしていたことも今自らこれを経験するに及んでもはやミルン氏の話も。 れの運転士の話も、いずれもこれを疑うことができなくなったからである。筆記これとて、大したことではない。ただ、一つの音だけであったにすぎない。私は、この日記を読まれる人が、いつかこのくだりを読むとしても、私の感情と共鳴し、 あるいはその時私に及ぼしたような結果を実感せられるであろうとは思わないさて夕食が終わって私は芯に着く前に静かにタバコを吹かそうと思って甲板へ登っていった夜ははなはだ暗くその暗さはウォーターボートの下に立っていてさえも ブリッジの上にいる運転士の姿が見えないほどであった前にも言った通り非常な沈黙がこの氷の海に満ち満ちているのであるこの世界の他の部分ではたといいかに不毛の地であろうともかすかながらも大気の振動というものがある。 遠くの人の集まっているところからもあるいはこの葉からあるいは鳥の翼からまたは血を覆う草のかすかなざわめきの音からさえも何かかすかな響きがあるものである人間は積極的に音響を近くこそしないがもし 音というものが全然なくなってしまうと実に物足りなくて寂しいものである。計り知られざる真の静けさがあらゆる現実の不気味さをもって我々の上におしさまっているのはここ北極の海においてのみでわずかなつびやきの声をもとらえんとして緊張し 戦中にちょっと起こった小さい物音にまで熱心に注意する我と我が鼓膜に気がつくのである。こんな心持ちで私はマストに一人寄りかかっているとほとんど私のすぐ下の氷から夜の静寂の空気を破って鋭い尖った叫び声が。 響いてきた最初はあたかも学劇のプリマドンナも及ばぬようないい音調でそれがだんだんに調子を上げてついにその頂点は苦痛の長い号泣と変わってしまったこれは死者の最後の絶叫であったかもしれない。 このものすごい絶叫は今もなお私の耳に響いている。悲哀、言うに言われぬ悲哀がそのうちに表されているかのようで、また非常な熱望とそれを貫いて時々に狂気の乱調とが伴っていた。それは 私のすぐそばから叫び出したのであるが私が暗闇のうちをじっと見つめた時には何も見分けることができなかった私はややしばらく待っていたが再びその音を聞くことがなかったのでそのままに降りてきた実に私は我が 全障害中にかつて覚えのない旋律を感じながら明かり取りのあるところを降りてくると見張り板交代に登ってくるミルン氏に会った「さてドクトル」と彼は言った「おそらくそれはバカな話だろうよ」「君はあの金切り声を聞かなかったのかね?」 たぶんそれは迷信だろうよ。君は今どうお考えだね私はこの正直な男に詫びを言い、そうして私もまた彼と同じように惑っていることを認めなければならなかった。おそらく明日は私の考えも違ってくるであろう。しかも今の私は 自分の考えをすべて書き記す勇気はほとんどない。他実これらの嫌な連想を一切振り落とした暁に再びこれを読んで私はきっと自分の臆病を笑うであろう。9月18日私はなおかの 奇妙な声に悩まされつつ落ち着かない不安な一夜を過ごした船長も安眠したようには見えないその顔は蒼白で目は血走っていた私は昨夜の冒険を彼に話さなかったいや今後とても決して話すまい 彼はもう落ち着きというものが少しもなく全く興奮しているそわそわと立ったりいたりして少しの間もじっとしていることができないらしい今朝は私の予きのごとく鮮やかな通路が軍票のうちに現れたのでようやくにアイスアンカーを解いて 西南西の方向に約12マイルほど進むことができたがまたもや一大不評に妨げられてそこに余儀なく停戦することになったこの氷山は我々が後ろに残してきたいずれもに劣らない巨大なものであるこれが全く我々の進路を妨害したために 我々は再び闘をして氷の溶けるのを待つのほかにはどうすることもできなくなったのである。もっとも風が吹き続けさえすればおそらく24時間以内には氷は溶けるであろう。花の膨れたアザラシ数頭が水中に泳いでいるのが見えたので。 その一刀を射止めると11フィート以上の実に素晴らしい奴であった。彼らはどう猛な喧嘩好きの動物で故に熊以上の力があると言われているが幸いにその動作は鈍く不器用なので氷の上で彼らを襲ってもほとんど危険というものがない。 船長はこれが苦労の仕納めだとは全然思っていないようであった他の船員らは皆奇跡的脱出を成し得たと考えてもはや広い大会へ出るのは確実であると思っているのに何故に船長は事態を悲観的にのみ見ているのか私には到底 計り知られないことである「ドクトル察するに君はもう大丈夫だと思っているね」と夕食の後一緒にいる時に船長は言った「そうありたいものです」と私は答えた「だがあまり楽観してはならない」「もっとも確かなことは確かだが我々は皆 間もなく自分自分の本当の愛人のとこへ行かれるのだよ。ねえ君そうではないかね。しかしあまり楽観してはならない。楽観しすぎてはならないね。彼は感慨深そうにその足を前後に揺すりながらしばらく黙っていた。おい君。と彼は続けた。 ここは危険な場所だよ。一番いい時でも、いつどんな変化があるかわからない危険な場所だ。わしはこんなところで、まったく突然に人がやられるのを知っている。ちょっとした失策の踏み外しが、時々そういう結果を引き起こすのだ。 わずかに一つの失策で氷の裂け目に陥落してあとには緑の泡が人の沈んだところを示すばかりだ。まったく不思議だね。彼は神経質のような笑い方をしながらなおも語り続けた「ずいぶん長い間毎年わしはこの国へ来たものだが」。 まだ一度も遺言状を作ろうなどと考えたことはない。もっとも特に後に残すようなものが何もないからでもあるが、しかし人間が危険にさらされている場合には、よろしく万事を処理しまた用意しておくべきだと思うが、どうだね。そうです、と、 私は一体彼が何を思っているのかと怪しみながら答えた。誰にしたところがそれが皆決めてあると思えば安心するものだと彼はまた言った。そこで何かわしの身の上に起こったらどうかわしに代わって君が所持を処理してくれたまえ。 わしのキャビンには大したものもないがまあそんなつまらないものでも売り払ってしまってその代金は芸勇の代金が船員の間に分配されるように平等に彼らに分配してやってくれたまえ時計はこの航海のほんの記念として君が取っておいてくれ」。 もちろんこれはただあらかじめ用心しておくというに過ぎないがわしはこれをいつか君に話そうと思って機会を待っていたのだもし何かの必要がある場合にはわしは君の厄介になるだろうと思うがね「全くそうです」と私は答えた船長さんがこういう手段を取られるからには 私もまた、君は君はと彼は遮った君は大丈夫だ一体君に何の関係があろうか私は短期なことを言ったわけではないようやく一人前になったばかりの若い人が死などということについて考えているのを聞いているのは嫌だ さあキャビンの中のくだらない話はもうやめにして甲板へ行って新鮮の気を吸おうではないかわしもそうして元気をつけようこの会話について考えれば考えるほど私はますます嫌な心持ちになってきたあらゆる危険を逃れ得られそうな時に なぜ遺言などをする必要があるのであろう彼のひまぐれにはきっと何かの方法があるに相違ない彼は自殺を考えているのであろうか私はある時彼が自己破壊の忌まわしい罪であることを非常に敬虔な態度で語ったのを記憶している しかし今の私は彼から目を離すまいその資質へ侵入することはできないにしても少なくとも彼が甲板にある限りは私も必ず甲板にとどまっていることにしようと思った。ミルン氏は私の恐怖を嘲笑してそれは単に船長のちょっとした癖に過ぎない。 と言っている。彼は甚だ自体を楽観しているのである。その言うところによればあさってまでには我々は閉ざされた氷から脱出することができる。それから二日にしてジャン・メイエンを過ぎまた一週間ばかりにしてシェットランドが見られるであろうと。 どうか、彼が楽観しすぎていなければいいがと思う。もっとも彼の意見は船長の悲観的な考えとは違っておそらく公平な判断であろう。彼はいろいろの古い経験に富んだ会員であって何でも物事をよく熟考した上でなくては。 容易に口をきかないという人であるから長い間まさに来たらんとしていた不幸の大断言がついに来てしまった私はそれをどう書いていいかほとんどわからない船長は行ってしまったあるいは彼は再び生きて帰るかもしれない しかしおそらくおそらくそれは絶望であろう。今は9月19日の午前7時である。私は何か彼の足跡にでも放着することもあるまいかと水夫の一帯を伴って州や前方の氷山を歩き回ったが。 それはとろに終わった。私は彼の行方不明についてここに少しく書いてみようと思う。もし他実これを読む人があったならばこれは憶測や伝聞によって書いたものではなく正気のしかも教育ある私が自分の眼前に 現に発生したことを正確に記述しているものであることを必ず承知してもらいたい。私の推量はそれは単に私自身の推量であるに相違ないがその事実に対して私はあくまでも責任を持つのである。前述の会話の後 船長は全く元気であった。しかししばしばその姿勢を変えたり彼の癖の武闘病的な方法でその手足を動かしたりして神経質そうにイライラしているように見えた彼は15分間に七度も甲板へ登っていった。 そうして二三歩も大股に急ぎ足で甲板を歩いたかと思うとまたすぐに降りてくる私はその都度について行った彼の顔の上に何となく不安な影が漂っているのが見えたからである彼は 私のこの懸念を悟ったらしく私を安心させようとしてことさらに快活を装い本のつまらない冗談にもわざとカラカラと笑ったりしてみせた夜食の後彼は再び千尾の高乾板へ登った夜は暗く 冤罪にあたる風の「ヒューヒュー」という陰気な音を除いては全く静寂であった密雲が北西の方から押し寄せてきてその雲の投げた荒い触角が月の表を横切って流れていた月はこの雲間を透かして時々 るるのであ「船長は足早に行ったり来たりしていたが私がまだついてきているのを見て彼は私のそばへ来て下へ行ったらいいだろうということを謎かけるように言うのであった。それは言うまでもなく甲板にとどまっていようとする私の決心を まますます強めるものであった「この後彼は私の存在を忘れたように黙って千尾の手すりに寄りかかって一部分は暗く一部分は月の光におぼろげに輝いている大表現のあなたをまじろぎもせずに見つめていたのである。 私は彼の動作によって彼が幾度か海中時計を眺めているのを見た彼は一度何か短い文句をつぶやいていたがただその中の「もういいよ」という一語しか聞き取れなかった闇に浮かぶ船長の 大きい朦朧とした姿を眺めさらに彼があたかも合引きの約束を守る人がぼんやりとものを考えているような姿で立っているのを見た時私は全身にさっと不気味な寒さを感じたことを白状するしかし誰との合引きであろう 私が一つの事実と他の事実とを継ぎ合わせた時あるおぼろげな観念は浮かんできたけれどもその結論はやはりまとまらないのであった。彼が突然に熱狂したような様子を示したので私は当然彼が何かを見たと思った。 私はそっとその後ろに忍び寄ると彼は船と一直線上を速やかに飛んでいる霧の囲いのようなものを熱心に見つめていたそれは形のない朦朧たる一種の星雲体のものでそれに月の光が射した時ある時は大きくある時は小さく見えるのである。 月はこの時あたかも姉もねの大いのように極めて薄い雲の天外を持ってその光をお暗くしていた「はああやってくるよあの子が」はあ「ああやってくるよ」と計り知れぬ優しさと哀れみのこもった声で船長は叫んだ それはあたかも長い間待ち設けていた愛情をもってかわいいものを慰めてやるようにそうしてまた愛を与えるのは受けるのと同じく愉快であると言ったようにその次のことは全く瞬間的に突発したのであって 私には何とも手の下しようがなかった。彼はマストのてっぺんに向かって飛んだ。それから再び飛ぶと彼はすでに氷の上にあって蚊の青白い朦朧たる者の,の足元に立ったのである。彼はそれを抱くように両手をつと差し出した。そうして両方の腕を広げて 何か色めいた言葉を口にしながら闇の中へ真っ白に走り去った私は固くなって突っ立ったままでその声が遠く消えてしまうまで闇に吸われていく彼の姿を大きい目で見送っていた私は再び彼の姿を見ようとは 思わなかったところがその瞬間に月は雲の間から光うと輝き入れて大表現の上を照らしたので私は表現を横切って非常の速力で走っていく彼の黒影をはるかに遠いあなたに認めたこれが彼に対する我々の 最後の一別であったおそらく永久にそうであろう。まもなく追跡隊が組織されて私もそれに加わったがみんなの気が張っていないので何を見出すこともできなかった。数時間以内にはさらにもう一度創作が 試みられるるはずである私はこれらのことを書きながら自分は夢でも見ているのかあるいは何か恐ろしい悪魔にでも襲われているような心持ちがしてならない午後7時30分第2回の船長捜索から疲れ切ってただいま帰ってきた。 捜索は不成功であるこの氷山は途方もなく広いので我々はその上を少なくとも20マイルは歩いたがいけどもいけども果てしがありそうにも思われなかった寒気は近頃非常に厳しいので氷の上に降り積む雪が 三陰石のように硬くなっているこんなことさえなければ船長の足跡ぐらいはすぐに見つけられたであろう船員らは友綱を解いて氷山を迂回して南方に向かって船を進めようとしきりに焦っている氷も夜の間は開けて 海水は地平線上に見えているからである。彼らはクレイグ船長はきっと死んでいる。それであるから我々に脱出の機会があるにもかかわらずここにぐずぐずしているのはくだらなくみんな命の質をするものである。と論じている。 ミルン氏と私とが大いに尽力してようよう明日の晩まで待つように一度を解き伏せたがそれ以上はいかなる事情があっても出発を延期しないと約束させられてしまったそこで我々は数時間の睡眠をとった上で 最後の捜索に出発するように定義したのであった9月20日夜私は今朝氷山の南部を探索に出発しミルン氏は北の方へ出発した10マイルないし12マイルの間およそ 生きているものの影というものは全く見られずただ一羽の鳥が我々の頭の上を高く飛んで行ったばかりであるその飛び方によって私はそれを鷹だと思った表現の難端は狭い岬のようにその先端が細まって 海中に突出している。「この岬の麓へ来た時に一行は足を止めてしまった」「しかし私はいかなる機会をもおろそかにしなかったという満足を得たかったので岬の行き止まりまで探してみるようにとみんなに頼んだ」 100ヤードほど行くか行かぬうちにピーターヘッドのムドナルドが我々の前方に何か見えると叫んで走り出した我々もまたちらりとそれを見て走り出した最初はそれが白い氷に対してぼんやりと 黒く見えただけであったが近づくにつれてそれは人の形を成してきたそうしてしまいには我々が探しているその人の形となって現れたのである彼は氷の土手にうつむきに倒れていた多くの小さなつららや 雪の小片が倒れている枯れの上に吹きつけて黒い水平儀の上にキラキラと光っていた我々が近づいてゆくとにわかに一陣の旋風がサッと吹いてきてふんふんたる切片を空中に巻き上げたがその一部は落ちてきてまた再び風に乗って 海の方へ速やかに飛んでっってしまった。「私の目にはそれが単に吹雪としか見えなかったが同行者の多くの者の目にはそれが婦人の形をして立ち上がり屍の上にかがんでこれに接吻しそれから氷山を横切って 急いで飛び去ったように見えたというのであった私は何事によらずそれがどんなに奇妙に思われても人の意見を決して嘲笑しないようにこれまで死なれてきた確かにニコラス・クレイグ船長は痛ましい死を遂げたのではなかったものと思う 彼の青く押し付けたような顔には輝かしい微笑みを含んでいる。そうして死のあなたに横たわる暗い世界へ彼を招いた不思議の訪問者を捉えるかのように彼はなお両手を突き出しているのである。我々は彼を戦機に包み 足元に三十二ポンド団を置いてその日の午後に彼を葬った私が長寿を呼んだ時荒くれた水符は皆子供のように泣いたそれというのもそこにいる多くの者は彼の親切な心に感じていたのであるそうして今こそ そのの愛情を示すことがでできたのである彼の生きている時にはレの不思議なくせで彼はむしろこういう愛情を深いに感じていつも拒絶してきたのであった。船長の屍は鈍い寂しいしぶきを上げて船の甲子を離れていった。私は 青い水面を凝視しているとその屍は低く低くさらに永久の暗黒に揺らめく白い小さな斑点となってそれさえもやがて見えなくなってしまった秘密や悲哀や神秘やあらゆるものを彼の胸に深く秘めて 復活の日まで彼はそこに横たわっているのであろう。その復活の日には海はその死者を放ち我がニコラス・クレーグは笑みをたたえかのこわばった腕を突き出して挨拶しながら氷の間から現れてくるのであろう。彼の運命がこの世におけるよりは あの世において一層幸福ならんことを私は切に祈るものである。私はもうこの日記をやめにしよう。我々の帰路は平穏無事であり代表現もやがては単に過去の思い出となるであろう。少し経てば私はこの事件によって受けたショックに打ち勝つことができよう。 この公開日誌をつけ始めたとき、私はそれを終わりまで書かなければならないとは考えていなかった。私は人のいないキャビンでこれを書いている。今もなお時々にびっくりとしたり、または頭の上の甲板に死んだ人の神経質な早い足音を聞くように思ったりして、 私は今晩かねて私の義務であったので公生証書のために彼の動産票を作ろうと思って船長室へ入ってみると全てのものは依然に入った時と少しも変わっていなかったただかの夫人の水彩画だけがこれは船長の寝床の端に かけられていたたと言ったがナイフのようなものでその枠から切り取られて行方知れずになっていたこれを不思議な小石の連鎖となるべき最後のものとして私は北極西郷のこの航海日誌の筆を置くき父の マリスターレイ医師の中「私は自分のせがれの公開日誌に書かれている北極西郷の船長の死に関する不思議な出来事を通読した。全てのことがまさに記述のごとく起こったということは私の十分に信ずるところでありまた実際最も正確なことである。というのは彼は 真実ををを語るるここととには最もも慎重な注意を払うものであることを知っているかつまたこの物語は一見非常に曖昧もことしているところから私は長い間その出版に反対していたのであるが23日前この問題について独立的な確実の証拠を握ったのでそれによって 新しいが与えられることとなった私は英国医学協会の会合に出席するためにエジンバラへ行ったことがあるそこでドクトル・ピー氏に出会った「氏は古い大学の同窓生で今はデボンシャーのサルタッシ氏に開業しているのである」「せがれのこの経験談を 私が物語ると彼はその人をよく知っていると言ったさらに少なからず驚いたことには私にかの船長の認証書を与えたそれは船長がやや少し若く描かれているほかはこの日誌に記されたところと全く符合しているのである彼の説明によれば その船長は高西市海岸に住んでいる非常に美しい若い夫人と言い名付けの中であったところが彼が航海の留守中にその夫人は機械なる恐怖が原因をなして死んでしまったというのであった。